大家好，我是青南。这一集来跑比智山的最后的剧情。那之前在香登连野的卫善那一段剧情里面，最后千寻不是在地下圆盘那边传送120万个居民吗？那后来比智山有跟千寻连上线，说是要帮冲野传达一些事情。这一集应该就会知道冲野要讲什么了吧？啥？哦，地上好多机器人。というわけで、ついに我々が直面する問題の答えを突き止めた。それは何だ？まあ、まずは紹介したい。介紹什麼？俺が今できること、それは皆を救うため。沖野と共に行動することだ。少し早かったな。司令船はまだ地平線の向こうだ。交信圏内に入るまであと30分かかる。待つしかないな。教えてくれ。そうだな。 D コードの話を覚えているか？インナーロシタの中にあるダイモスを呼ぶものだろう。そう。そして3箇所にアクセスしてると話した。その一つがここで見せる軌道上の司令船だ。ダイモスのデータをそこから引き出し、セクター1の自動工場に量産させ、ユニバーサルコントロールを攻撃させる。おお、それが D コードの正体さ。原来是这样运作的。是说现在的时间点应该还比较早，千寻在传送市民的时候已经是最后一站了。そこが攻撃されるとなぜ人が消える？その謎も解けた。だがそれは司令船にいる彼女から説明してもらう方がいい。我靠！来了来了！なのか。地上にいたやつがここへ来たようだ。僕の声を認識してるけど、操作の権限を外されてるな。哇，那不就很危险？僕の命令では停止できない。またすぐに動き出すだろう。おい、こっちにも。我靠！现在是。止まれ！嫌な予感がするぞ。そうだな。戻ろう。様子がおかしい。どうした？あのコンソール。あっちに制御が映ってる。ここにいてくれ。タイマーをセットしてくる。おい。哎哎哎哎，等一下！奥基诺，哼，傻眼！畜生，俺だけ、こっちに。すぐに戻らなければ奥基诺が。誰でもいい。時間旅行の操作ができるやつを。有谁呢？関ヶ原なら。時間旅行なら慶太郎の騎兵でも、いや、もうあの先生でもいい。他现在超慌的。転送される瞬間、ドロイドに襲われる沖野を俺は目撃した。一刻も早く助けに行かなければ。慶太郎の話が本当であれば、騎兵には時間旅行の機能が備わっている。なんとかして
政府と敷島から取り戻し、沖野を助けに行けないものか。奴に泣きつくのは尺だが、背に腹は変えられん。沖野が調べていたあの先生なら、時間旅行の方法を知っているかもしれん。都没人。飯など食ってる場合じゃない。就没人呐。あの先生はいないようだ。君、すまない。尋ねたいことがあるんだ。はい。何でしょうか。森村という教員を探しているのだが、居場所がわかるだろうか。森村先生でしたら、今日はもう帰られたかと。そうか。この非常時に限っていないとは。仕方ない。他を当たるか。三浦という学帽の少年を見かけなかったか。学帽？あの中学生かな。知っているのか。すみません、そこまでは。うちの部員なら何か知ってるかも。その部員はどこに。この時間でしたら休憩所かと。わかった、ありがとう。この辺りで目つきが鋭く、素行の悪そうな男を見ていないか。眼神凶狠。あの、你就你就是啊。何でもありません。是说官员跟三浦都不是这个学校的学生啊。君、少しいいか。何でしょう。三浦という学帽の少年に心当たりはないか。学帽。夏野の彼氏のことですか。夏野。部活の友達に彼氏がいて、すごく古い学生帽をかぶってたような。そいつだ。どこにいるだろうか。部室棟にはいなかったし、そういえば前に旧校舎の近くで見たことが。旧校舎。木造校舎のことか。ありがとう、恩に切る。这个 BGM 好紧张啊。大きな。どうした。あの、これ。は？なんだ。あなたが好きです。何を。血迷うな、俺は。なんてね。前にここで尾形年次に告白したろ。あの時すごく怒ってたから、告白してほしかったのかなって。バカ野郎、男に告白されて嬉しいもあるか。そうか。看起来很开心呐。冲也应该是有几分真心的吧。官员会不会也在这里啊？誰もいない。あれ？え？あなた、もしかして三浦的女朋友？これは。関ヶ原といた探査装置じゃないか。なぜこれを持っている。君は高俊さん。私が
なんだと？貴様は一体なぜ沖野のことを？司令官からテレビ放送を通じ、イナマ・ミユキが伝えてきた客のあれを。あ、うん、これ。哦，原来他是在这个时候拿到这把枪的。なんだこれは。未来の銃か。敷島の研究所から持ってきた中枢の解析情報で研究された武器だ。ラスロ、君はどこで？え？危険だ。もたもたすると沖野が飛ぶ。急ごう。やられた。すぐに病院へ連れて行ってやる。石山、喋らなくていい。手紙を。おい、起きな。あ？为何？虽然说他已经不是真正的人了。ついにここにも来たか。沖野、とんだ恋文をこしやがって。セクター4への侵略が近づいている。そこで君と騎兵を共有しておきたい。セクター5の海中に隠してある僕の乗っていた12番騎兵だ。僕に何かあれば君に必要なものだ。だから体を勝手にいじらせてもらった。騎兵の起動マーカーは左の前腕部にある。あの探査装置が言うように、貴様が本当にまだ生きているなら、戻ってくる場所がなくなっていては困るよな。戦いに命を懸ける理由ならそれで十分だ。さあ来い、12番騎兵。他变 AI 了。今のは沖野の声が聞こえたような。そうだ、僕さ。沖野。見えないだろうが足はある。幽霊じゃないよ。あいつの言ったことは本当だった。僕はまだ生きてる。騎兵を共有していたおかげで、こうして君とだけ交信できるんだ。どうすれば貴様を助けられる？もう僕はあの世界には戻れない。生命保護のため切り離されたんだ。これが答えだよ、肘山君。話したろ、インナーロジターの処理8割が謎だと。聴覚、視覚、嗅覚、触覚、味覚、
僕たちの全ての感覚を操作していたんだ。あの世界を本物に見せていた。それが処理の正体だ。本物に見せていた？偽物だというのか？俺の実家も工場も。5つのセクターは現実じゃない。僕たち15人以外の人間はユニバーサルコントロールが作った。あの世界は仮想空間、幻だよ。幻？僕たちが今いるコクピット、ここが現実だ。そもそも僕の設計にコクピットはなかった。全長35メートルの格闘兵器に乗り込むなんて自殺行為だ。殴りかかるだけで衝撃は列車事故並みだよ。だが完成した騎兵には乗れた。中枢の情報から未知のシステムを採用したため、これもそういった一部だと考えていた。でもコクピットじゃなかった。これは肉体を育成するためのポットだ。はあ？僕たちはこのポットで生まれ、一度も外に出たことはないんだ。从来没有离开过。その話が本当だとしてどうすれば出られる？出られるかどうかはわからない。一つだけ確実なことは、あの世界がダイモスの侵略で消滅すれば、僕たちはポットの中で死ぬ。貴様のようなふてぶてしい奴が死ぬはずがなかろう。世界がどうだろうが、俺の役目は同じ。祖国と愛する者のために出撃するだけだ。肘山君？貴様は死なせん。肘山君、たとえ世界が消えても僕は常に君といる。行こう。听冲野的意思，他们这十五个人其实都在培养舱里面，然后他们的意识是在有虚拟人格的肉体里面，是这样子吗？有点混乱耶。 都到最后了，怎么还那么混乱？所以之前他讲的什么皮下生化奈米终端，它有很大一部分的效能都是不明，不知道在处理什么。那他现在讲说，就是在想办法让大家相信他们所身处的这几个区是真实世界，但其实是虚拟世界。这么说起来，之前药师寺那一集啊，他不是就出现有点像幻觉的东西吗？而且还出现了另外一个自己。嗯，没关系，游戏应该进行的差不多，很快就会知道答案了。那这集就进行到这里。